皆さんこんにちは。今回はこの部品を変えていきたいと思います。中身はこの部品です。ちっちゃい部品なんですが、これが接触不良を起こしてまして、セルが全然回らなかったんですよね。今回はこれを変えていきたいと思います。それでは今回も最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、交換する前に今はね接触不良を起こしてたんですが治ってます。で、その症状をちょっと再現したいと思います。で、キーをオンにしますね。で、セルボタンを押します。ギアはニュートラルに入ってますね。入ってますね。で、この状態でセルのボタンを押してみます。こんな感じです。セルモーターがね、カチ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 っていうだけで全くセルの方回りませんでした。で、スイッチがね、接触不良最初起こってるのかなと思ってバラして接点を掃除しました。削って表面をきれいにしました。それでもダメだったんで、で、次はスイッチからジャンクションボックスねの方でテスターで測ると、一応押したら電流は流れてるんですよね。で、いろいろテスターでスターターリレーのところまでも測ってみたりして、電流が流れてるんですが、結局ね、もう全然わからなくて、定番のセルのリレーがダメなのかなと思って、もう注文しようと思ってたんですよね。最後にもう一回だけググってみたら、ちょうどね、ここです。ここのね、安全装置が入ってまして、ここのね、クラッチのね、ところにもさっき見せたこの部品です。この部品がクラッチレバーの根元についてます。で、こいつも反応がスイッチがちゃんと機能してなければセルが今みたいに回らないですね。さっきセルを回してカチカチカチってなってたんですが、それはね、今ちょうどここにさっきの部品ついてるんですが、このカプラを外してました。でねとりあえずね、こねたりしたら現状ちょっとエンジンちょっと冷えてるんでかからないんですが、セルはちゃんと回ります。その時は別に抜けてたわけじゃなかったんで接触不良ですね。多分カプラーの付け根か、こっちの中の、簡単な構造だと思うんですがの不具合があって回らなかったと思うんです。で、今もね回ってるんですが、その時は家で鳴ったんで出先でね、全くまたセルが回らなくなっちゃったらちょっと困るんで、安い部品だったんで今回は交換していきたいと思います。かなり前置きが長かったですが、ささっと交換終わるところなんで変えていきたいと思います。じゃあそれではちょっとハンドル周り外していきたいと思います。さあ行くぞ。この辺はね、僕のつけてる部品なんでほとんど関係ないんですが、とりあえずクラッチレバー自体をずらしたいんで、ここに六角のボルトが刺さってるんで、それを緩めていきたいと思います。ね、リレーで測ったりセルモーターがねあんな感じだったんで、もしかしたらセルモーターがダメなのかなと思っちゃって、セルモーターも外してね、一応チェックしてみました。こんな感じで結局はセルモーターは大丈夫でした。この時はね、もう出かける予定にしてたんで、結局その日はね、沼にはまっちゃって1日ね悩んでましたね。前走系は本当どこが悪くなるのかちょっと分かんないんでね、かなり沼にはまっちゃいますよ。ここですね、こいつです。このスイッチがレバーを引くとここが反応するみたいですね。で、これを
付け替えていきたいと思います。プラスネジが2本で止まってるだけです。あの最近のね、バイクにこういうのが付いてるのかちょっとわかんないんですが、この現在の川崎のバイクには付いてると思うんですよね。あのセルモーターのリレーがやっぱり古くなるとダメになるみたいなんですが、このバイクはまだ大丈夫ですね。であの分解してね、接点をちょっと磨いてやったりしたらそれで多分いいと思うんですが、これ金額がね、だいたい1200円ぐらいだったと思います。でも安いんでね合わせ買いでついでに買っちゃいました。じゃあこれ新しいのと変えていきたいと思います。はい、付け替えていきたいと思います。はい、取り付けてきました。あとはね、カプラー戻して終わりですね。はい、ちょっとこの状態で回したいと思います。はい、はい、まあ問題なくセル回りました。あとは、まあ、レバーつけて終わりたいと思います。はい、できました。ついでにね、古いやつちょっとケース開けてみました。こんな感じですね。あのここに接点があって、内側はもうこんな感じですね。こう電気が流れるだけになってます。簡単な構造なんで、これきれいに掃除してあげればまだ使えると思いますね。はい、今回の動画は以上で終わりです。さっきちょっと言うの忘れてたんですが、スタートボタンを押してカリ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 となってたと思うんですが、あれってねバッテリーがね、もう上がってる時もあんな感じになりますよね。まあバッテリーがね、もう本当上がってる時はメーターところのランプもね、スタートボタンを押すと消えちゃうと思うんで、まあその辺はまあ分かりやすいかなとも思いますが、はい、今回安全装置のスイッチ交換でした。スターターリレーじゃなくて、こっちももしかしたら不具合が出てて回らないという時があると思います。スターターリレーがダメな時は、まあ、ジャンクションボックスの中で、まあ、リレーがカチカチというので判断つくようなんで、その辺もね、また困ってる方は確認してみるといいと思います。まあこういう僕はまあ完全な素人なんでアドバイスとかはできませんが、今回も参考程度にしてもらえたらいいなと思います。今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。